6月15日の星座別運勢ランキング。第1位、さそり座。深淵からの輝き。さそり座のあなたには深淵からの輝きが訪れます。困難な過去や苦悩があなたのうちに眠る力を目覚めさせ、新たな可能性を開いていくでしょう。ラッキーアイテム、闇夜に輝く星のペンダント。星の光はあなたの道を照らし、未知の世界へと導いてくれるでしょう。第2位、牡牛座。大地の愛と豊穣。牡牛座のあなたには大地の愛と豊穣が訪れます。自然との深い結びつきを感じ、豊かさと安定を手に入れることができるでしょう。ラッキーアイテム、自然素材のアクセサリー。大地の恵みを身につけることであなたのエネルギーが高まり、幸運を引き寄せることができるでしょう。第3位、乙女座。細部に秘められた力。乙女座のあなたには細部に秘められた力が訪れます。丁寧な仕事や緻密な計画があなたの才能を開花させ、成功へと導いていくでしょう。ラッキーアイテム、手帳やノート。細かな予定や目標を書き留めることであなたの集中力が高まり、目標達成への道が開けるでしょう。第4位、水瓶座。未来への憧れと希望。水瓶座のあなたには未来への憧れと希望が訪れます。新たなビジョンや夢が心に芽生え、進むべき道を明確にするでしょう。ラッキーアイテム、宇宙の絵画やポスター。宇宙の広がりを感じることであなたの思考が広がり、想像力が高まるでしょう。第5位、カニ座。感性と思いやりの融合。カニ座のあなたには感性と思いやりの融合が訪れます。自分自身と他者の心をつなげ、深い共感と理解を生み出すことができるでしょう。ラッキーアイテム、手作りの贈り物。自分の心を込めて作った贈り物は相手の心を打つことができ、絆を深めることができるでしょう。第6位、お羊座。情熱と勇気の炎。お羊座のあなたには情熱と勇気の炎が訪れます。自分自身の心の声に従い行動することで大きな成果を得ることができるでしょう。ラッキーアイテム、赤いアイテム。赤は情熱や活力を象徴しており、あなたの行動力を高め、成功へと導いてくれるでしょう。第7位、魚座。直感と想像力の融合。魚座のあなたには直感と想像力の融合が訪れます。内なる声に耳を傾け、自由な発想で新たなアイデアや才能を発揮することができるでしょう。ラッキーアイテム、水彩画のセット。色彩豊かな絵画を描くことであなたの感性が磨かれ、想像力が広がるでしょう。第8位、天秤座。調和とバランスの追求。天秤座のあなたには調和とバランスの追求が訪れます。自分自身と周囲の人々との関係を整え、平和な状態を保つことができるでしょう。ラッキーアイテム、バランスボール。バランスを取ることであなたの内面の安定感が高まり、冷静な判断力を発揮することができるでしょう。第9位、獅子座。自己表現と自信の輝き。獅子座のあなたには自己表現と自信の輝きが訪れます。自分自身の魅力や才能を存分に発揮し、周囲の人々を見せること量で決まるでしょう。ラッキーアイテム、ステージ衣装やアクセサリー。自分の個性を引き立てる衣装やアクセサリーを身につけることで自信が高まり、輝きを放つことができるでしょう。第10位、双子座。多面的な視点とコミュニケーション力。双子座のあなたには多面的な視点とコミュニケーション力が訪れます。さまざまな角度から物事を見ることで新たな発見や学びがあり、人々との関係を深めることができるでしょう。ラッキーアイテム、コミュニケーションツール。スマートフォンや SNS などコミュニケーションを取るためのツールを活用することであなたの情報収集力が高まるでしょう。第11位、ヤギ座。努力と忍耐の結実。ヤギ座のあなたには努力と忍耐の結実が訪れます。自分自身の目標に向かって一歩ずつ進み、辛抱強く努力を続けることで大きな成果を得ることができるでしょう。ラッキーアイテム、目標達成のリスト。自分が達成したい目標をリストアップするプコで、あとなたの意識が高まり、モチベーションがアップするでしょう。第12位、くらい手座。探求と知識の旅。いて座のあなたには探求と知識の旅が訪れます。新たな知識、